ろんなお店見て回ったね。とうこちゃん、次はどこだっけ？確か雑貨屋さんがあるらしいんだよね。この辺のガールズバンドのメンバーもよく来てるらしくって。ねえ、絶対来てって言ってたの、もしかしてただお出かけしたかっただけ？え？そうだけど？そうだけど？じゃない！何の説明もなく絶対来てって誘われたから緊急の用事かと思っちゃったじゃない。いいじゃんいいじゃん、他に予定とかあったわけじゃないっしょ。まあ家で妹たちとのんびりテレビ見てただけだから平気だけど、ひろまちさんは平気だった？うん、家で漫画読んでただけだしね。そうなんだ、私も妹と一緒によく読むよ。ひろまちさんはどんなの読むの？バンドでしねとかかな。結構いろいろ読んでるよ。バンドでしねって外国の漫画だっけ？高校生で読んでる人って珍しいかも。ああいうのっておしゃれな大人が読んでるイメージだよね。珍しいの？でも普通の漫画も読むよ。例えばあ、この店じゃね？到着！助かった。わあ、小さいお店だけど可愛い小物でいっぱいだね。このスマホケースとかめっちゃよくね？超センスある。スーちゃんもトウコちゃんも楽しそうだね。ひろまちさんは何か気に入ったのあった？まだあんまり見てないけど、あ、このキーホルダーとか可愛いかも。恐竜のキーホルダーだ。こういうデフォルメされてる動物って可愛いよね。私的にはもっとかっこいい系の方が好きだな。けどどの恐竜なんだろう。ベロキラプトルにしては手が短すぎるし、ディノニクスとかかな。え、ヒロマチって何の恐竜とか見ただけでわかるけ？やっぱ超すごいんだけど。普通わかんないっしょ。普通わかんないの？わかるわけじゃなくて、なんとなく。ねえ、二人とも、あっちにキャラモノのスマホカバー揃ってるよ。最初怒ってた割に双葉も楽しんでんじゃん。細かいことは気にしなくっていいの。よし、次ゲーセンね。キラプリ取ろう。私盛るの超得意だから。キラプリってゲームセンターで撮るの？あれ？もしかしてひろまちさん撮ったことないの？うん、ゲームセンターも行ったことないし。マジ？普通一回くらい行ったことあるっしょ。そうなの？じゃあ行ってみたい。なんでそんな急に食いついたの？次こそはもっと普通に高校生らしく楽しむぞ。ってこんな感じなんだね。普通はみんなゲームセンターで何するの？私は難しいの苦手だから、操作が簡単なクレーンゲームくらいしかやらないかな。私はガンシューティングとかやるけど、今日は一緒にクレーンゲームしようかな。ひろまち、試しに一回やってみなよ。わかった。それじゃこれにしようかな。へえ、このボタンで中のクレーンを操作して景品を取ればいいんだ。そうそう、まあ説明するよりやってみた方がわかりやすいって。それじゃあやってみるね。まずこのくらい動かして、あ、ここに掴むところを入れればいいのかな。確かに結構簡単だったかも。箱がいい感じの位置に置いてあったから
掴むところ隙間に入れるのも楽だったし。って、あれ、二人ともどうしたの？なんか固まってるけど。一発で撮るとかやば。ヒロマチクレーンゲームの才能あるんじゃね？しかも箱の隙間にアームを入れるなんて、ヒロマチさん本当に初めてなの？私なんてこの台10回くらい挑戦して全然撮れなかったのに。え、これって簡単なゲームなんじゃないの？はぁ、またやっちゃった。ヒロマチさん、景品が取れたのになんか落ち込んでる。やっぱりちょっと変わってるな。ねえ、君本当にいらない？さっきのお店でもらったおまけのストラップだよね。私のカバンにつけるにしても可愛すぎるし。あれ、あそこにいるのってナナミちゃんじゃない？あ、マリナさん、こんにちは。で、そのストラップ、幕末維新猫ちゃん。ナナミちゃん、このキャラクター知ってるの？はい、実はこの歴史猫シリーズ集めてるんです。その子超激レアな子なんですよ。いいなぁそうなんだ。私は集めてるわけじゃないから、欲しいならあげようか？いいんですか？ありがとうございます。喜んでもらえたならよかったよ。でもナナミちゃん、そんなにこのキャラクターが好きなんだね。あ、別にそういうわけではないんですけど。ん？こういうおまけグッズを集めるのが好きで。あ、こういう趣味って変ですか？ううん、そんなことないよ。高校生らしくって可愛いと思う。本当ですか？よかった。ん？こっちの話です。でもおまけグッズ集めちゃう気持ちわかるよ。コンビニで飲み物買うときとか、つい目がいっちゃうもんね。そうなんですよ。それでついいらないものとかも買っちゃったりしておまけが本命みたいになっちゃってるんだね。あ、サークルってそういうおまけってないんですか？おまけ？そういうのはないけど、でもあったら面白そうだね。ライブハウスのおまけか。え、ステッカー？みんながつけてくれたら宣伝になりそうかも。それなら種類も何個かあると嬉しいですね。集めたくなるような凝った感じのやつとか。なるほどなるほど、面白そうだし、オーナーに相談してみようかな。ぜひぜひ。あ、もうこんな時間、早くみんなのところに行かないと。何か用事だったの？はい、今からバンドのみんなとご飯なんです。その後一緒にお買い物もするんですよなんだか青春って感じだね。それじゃあマリナさん、あ、ストラップありがとうございました。